はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、こちら。男梅の酒。これ新発売みたいですね。いわゆる男梅の、これ大好きな、男梅干し梅っていうのがあるんですけど、あれのシリーズの、一応これのチューハイも売ってはいるんですけどね、缶のやつ、まあ、前飲んだことあるんですが。まあ、それのね、まあ、瓶バージョンみたいな。これを1に対して炭酸水を2で割って、サワーにして飲むと。ソーダでロックでしょっぱいうまさ。アルコール度数が15%ですね。このね、男梅、干し梅は好きなんですけど。これはどうだろうね。原材料が梅とスピリッツ、糖類、酸味料、香料、果実色素、カラメル色素、ビタミン C。梅果汁が15%。容量が 720ml で、値段が確か800円、あ、違う。500、え？ 700 円か600円ぐらいだったかな。これ、甘味料使ってないんで、ありがたいですね。札幌ビール。札幌と、ノーベル製菓が、コラボしたものですね。それでは、早速、ウィルキンソンの炭酸。これね、アマゾンで箱買いしたんですけど。じゃあ、これを、1に対して、2でしょ。2だ。炭酸水に。1に対して2だから。あ、こんなもん。夏はね、やっぱりね、ちょっと酸っぱいものが食べたい。っていうか飲みたくなったので買いました。男梅。男梅。サワー。まあ、これは。ちょっと混ざる。炭酸が飛ぶんだ。乾杯。サワーに比べると、甘くない ような気がする。あ、美味しいですね。俺缶のやつも飲んだことあるんですが、あれは正直、なんか、なんかな。なんかやけに、サワーはね、ちょっとね、どうだったかな？ほとんど。これは自分で、ほとんど甘くない、しょっぱい感じですね。甘さはないです。確かサワーの方も甘さはほぼなかった気はするんですけど、こっちの方が甘さがない気がする。ドライです。結構ドライ。しょっぱい。で、サワーの方は、男梅サワーに合うおつまみ、アンケート結果発表。焼き鳥が1位。
うん。あ、これは美味しい。ちょっと薄めで飲むと、なお美味しい気がする。自分で濃さを変えられるからいいよね。うん。これはね。まあそうするとあんまり、あれか、アルコール度数的な意味で、あんまりないかな。これ 15% だもん。これ 20% ぐらいだったらよかったんですけどね。できることなら 25% は欲しかった。うん。どこ梅サワー。あれ？ないな。乗ってないぞ。ん？あ、あったあった。これ焼酎か。え、これ焼酎？スピリッツだからな。うん。うん。美味しい。結構美味しい。普通に美味しい。うん。確かにしょっぱいはしょっぱいけど、そんなに、うん。ロックでも飲めるぐらいの感じになってるみたいですね。結構薄めにすると割と、薄めにするとちょっといいかも。最近ね、ニコ生でね、あれやってるんですよ。ルローニケンシン。あれが面白い。一挙放送やってるんですけど、それがね、最近、さっきまで見てたんです。うん。いや、やっぱルロケン面白いね、ま。昔ね、あれ持ってたんですけどね、コミックス全巻持ってたんですけど、売っちゃって、うん。ねえ。あ、男梅シロップなんてあんのこれ。はあ、これのね、酒じゃなくてシロップのやつもあるみたいです。シロップと焼酎と、シロップに焼酎加えて、炭酸水で割るみたいな。あー、そういうのもあんだ。え、なにこれ？札幌焼酎、札幌ビールの焼酎があるみたいですね。え、なにこれ？知らない。こんなん見たことない。すっきり丸い飲み心地だった。原材料が糖蜜とトウモロコシだから、焼酎香類ですね。25度と20度。しかも容量が 1.8 リットルしかないの、これ。そりゃ買わねえわ。1.8 リットルで、値段が、25度が1373円。高いのが安いのがよくわからない。へえ、札幌の焼酎なんてあったんだ。すげえ、知らなかった。へえ。うん。ってか、男梅シロップがあったのは、俺知らなかった。上に、なんか札幌ビールのその、
札幌焼酎なんてのがあるのも知らなかったですね。なるほどね。ポッカ、ああ。俺知らなかった。ちょっと見てみよう。業務用か？違うの。札幌焼酎。ないよ、札幌。カクテルコングにもないし。男梅シロップ？そんな俺見たことないぞ。結構びっくりするね。ああ、これいいな。塩回し。だって。男梅サワーの美味しい飲み方。梅を落とす。1、氷たっぷりのジョッキに男梅サワーを注ぐ。2、梅干しを入れてさらにしょっぱく。3、まさに梅干しを飲むがごとし。これぞ梅落とし。まあ、これはいいとして。ここに、スノースタイルにする。塩を、ピャーっとくっつける。これいいな。ここ、塩をここに、スノースタイルにするのいいわ。うまい、多分。なんだかんだ、今夏ですからね。うん。なんだかんだ、しょっぱいのは、大事ですよ。大事ですよ、結構。塩分は夏は大事ですよ。確かに。でですね、今日ですね、実は別なものも買ってまして、それも実は楽しみなんですが、じゃじゃじゃーん、男梅カリカリ梅。これ男梅シリーズ、実はね、カリカリ梅も出たみたいなんですよ。俺これも初めて見たんだけどね。最近新発売じゃないかな、これな。本当は男梅シリーズはね、干し梅と、あとキャンディーとか、しか俺見たことないんですが。こちらむちゃくちゃ高いです、値段。むちゃくちゃっていうかね、これ 120g なんですけど、で、確か300円超えてたね。300円超えしてたから。天下のこの、こちらも買ったんです。梅芝。こちら、130g なんですが、こっちが多いんですよ。量、10g 多いはずなんですが、なんと、こっちがね、220円ぐらいやったかな。違う、230円ぐらいやったかな。とにかくこっちの方がね、100円近く高い。確か。しかも、驚くべきことに、梅芝は、国産梅を使用してるのにもかかわらずですね。こちら、男梅のカリカリ梅は、なんと中国産です。中国産なのに高い。ん？ということで、食べ比べをしよう。どっちがうまいか、お前、食べ比べしてみんよ。まあ、中国産はまずいとは思うけど、まあ、でも、値段が高いからなんかあるんだろう。ね。はい。色がなんか濃いですね。ドス黒いなんか、色が。いただきます。うん。あ、これしょっぺ
あ、これはしょっぱい。うわ、今まで食ったカリカリ麺の中で一番しょっぱい。多分、塩分多分2倍ぐらい入ってるな。しょっぺ。カリカリ梅でしょっぺと思うしょ、あの、カリカリ梅初めて食べたわ。あー。高いだけのことはあるな。濃縮された梅の深い味わいをカリッとした食感で楽しめるカリカリ梅です。あー、これは確かに、しょっぱい。どう見てもしょっぱい。俺もね、カリカリ梅はね、大好きで。今までいろいろ食ってきましたけど。いや、な、これほどしょっぱいのは、初めて食った。うわ、しょっぱい上に、酸っぱいのは確かに。結構酸っぱい。ん？うん。いや、とにかくしょっぱい。うん。あのね、コンビニとかでも売ってますけど、男梅、干し梅っていうのがあるんですけど、あれはね、俺も大好きなんですが、しょっぱいんです、とにかく。普通の干し梅に比べると、明らかにしょっぱいのが特徴なんですけど、まさにこれもしょっぱい。うん。さすが男梅シリーズ。うん。いや、これむっちゃしょっぱい。俺しょっぱいの大好きだけど、いや、これはしょっぱい本当に。本気でしょっぱい。普通カリカリ梅って、ここまでしょっぱくないですよ。うん。ものすごい多分塩分が相当入ってる、これ。やべえな。これは、マジだ。マジでしょっぺ。まあ、カリカリ梅じゃなくても、普通の梅干し、男梅干しみたいなのはないのかね。ああ。いや、この夏はもうこれうまいわ、これ。これもうまいし、カリカリ梅をこうつまみに、このカリカリ梅つまみにしょっぺーとか言いながらこれを飲むのもうまい、これ。案外うまい。ただ一つ欠点があるんですが、これね、もう今ちなみに3杯目飲んでるんですけど、全然あの、酔いが回ってこない。まあアルコール度数やっぱ低いな。15度のやつを、あれ、3倍で割ってるから、まあ 5% の感覚なんですけど、って感じですね。正直。うん。正直なところ、俺今度この男梅シロップのシロップちょっと欲しいな。男梅シロップ。850円だって。それに先立ち、業務用の濃縮液を 1000ml で容器で販売するって。2013年の9月9日の記事だ。1年前ぐらいだな。あ、じゃあ売ってるはずなんだけどな。いや、これ、普通に欲しい。うん。俺、個人的にそっちの方がいいわ。シロップ入れて、焼酎入れて、炭酸水入れるっていう、やり方の方が個人的に俺、いいわ。
あ、これうめえ。マジうめえ。うん。これ夏にもってこいだ、これ。酸っぱいの大好きな俺にとって。これは革命的。うまい。ただ、何度も言うけど、酔わない、これ。全然、ジュース飲んでるみたい。梅ジュース飲んでるみたいな感じ。酸っぱい梅ジュース飲んでる感じ。梅しば食べまーす。まあでも梅しばにはかなわんだろう、多分。うまさ的には。いや、でも思った以上にこれ当たり商品。本当に。これうまい。これに俺が持ってる4リッターの焼酎をちょちょっと入れて、酒の量足せば、全然いける。もしくは、ウォッカ入れて、やれば、全然うまい。あ。うん。もう、どう見てもしょっぱくない。もう、これはね、いかに男梅、このカリカリ梅がしょっぱいかですよ。マジで全然しょっぱくない。うん。こっち食った後に、こっち食うと。全然しょっぱくないけど、両方食った後に、で、わかることは、確かに、こっちの方が高いんだなってのはわかる。なんか、梅しば悪いけど、まあ、至ってごくシンプルな、カリカリ梅ですよ。うん。でもね、明らかにこっちの方がね、今までに食べたことない、しょっぱさだからね。うん。いや、でも高いわ。うん。300円以上したからね。これ。確か。さすがに高い。うん。あ、でもうまい。うまい。これ久々にあれだわ。俺の夏の、暑さを吹き飛ばしてくれる、お酒来ましたよ。別の意味でこう、ビールとかも飲むのもいいんだけど、いや、これはね、ほんと梅とか大好きな俺人間なんで。辛いものとしょっぱいものと酸っぱいもの俺大好きな人間なんですよ。ちなみに。甘いものあんまり好きじゃないんですけど。甘いもの、苦いものも好きだね。あ？苦いのはまあ好きか。ビール好きだからね。甘いのは苦手なんですけど、酸っぱいのと辛いのに関しては大好きなんで、これはうまい。はっきり言います。これおすすめ。ただ、これちょっとロックで飲んでみようか。ただね、この男梅の酒はちょっと、アルコール度数が低いのが難点ではあるんだが、それを除けば、完璧。完璧なうまさ。もうアルコール度数足すから、もう俺が。もう今度飲むときは焼酎の4リッターのやつ足すからさ。それを足せば全然うまい。酔えるし、超うめえし。酸っぱいし。ロックで飲むと大した
まくねえな。なんか甘さが際立つね。若干。うん。しかもあんまりしょっぱくない。酸っぱさもなんか、これ不思議だな。割った方が味が際立つんだけど。全然しょっぱくない。しょっぱくないし、酸っぱくもない。香りも全然来ない。むしろ甘さが、ロックで飲むと甘さがなんか引き立って、逆に全然しょっぱくない。酸っぱくもない。俺この男梅シロップ1リットルのやつ欲しいわ、これ。マジで。普通に欲しい。これ欲しいな。ただシロップってのは若干気になるんだよね。これもしかして男梅シロップってこれ普通に売ってないのかな。あ、業務用商品だから売ってないのかもしんないな。これもしかして。あ、マジくせえ。ネットショップとかじゃないと売ってないんじゃないか。なんかそれ専用のなんか、サイト行ったらなんか問い合わせフォームとかなるんだけど。ネットショップとかじゃないと売ってないのかな？アマゾンとかで売ってねえから。いや、これはうまいね。アマゾンで売ってる。けど、送料がかかるな。アマゾンで売ってるってことは普通に売ってんじゃないか、じゃ。いや、でも俺見たことないぞ、こんなの。普通、酒屋のさ、いわゆる、コンク系のとこに売ってるはずでしょ、これ。俺見たことないけどな、こんなの。当然のことも見たことないですね。いや、これは見たことないわ。売ってないんちゃうか、これね。スーパーの食料品の売り場とかに売ってんのかな？いや、見たことないなぁ、これは。シロップは。これはちょっと見たことない。でもやっぱりね、男梅系列のね、うまさはね、男梅系列のうまさは、断然、あれですよ。しょっぱいっていうところに限る。梅干し、梅の香りだけじゃなくて、しょっぱさがあるんだよ。いわゆる。そこが、すごい。あ、やっぱりね、再販売の、を要望する声が多く寄せられ、だって。で、この男梅サワーの缶のやつが、再販されたみたいです。あ、やっぱり業務用専用だって。飲食店からの要望で男梅シロップまでもって書いてある。
飲食店から男梅サワーのメニュー化を希望する意見もいただいた。はあはあ。で、業務用商品。業務用スーパー行けば売ってるんじゃないか。いや、でも見たことないな。あくまで業務用商品だからあんまり売ってないのかな。値段が850円だって、1リットルの男梅シロップ。いやーでもこれはうまいわ。本当に。何回も言うけど、これ、もう炭酸水なくなったんで、ロックでは全然うまくない。のは間違いない。うん。ロックで飲んでも全く美味しくないのは確か。と、また男梅、カリカリ梅いただきますけど。これでもカリカリ梅の時代来たんじゃないか、これ。多分あれだぞ。2ちゃんのカリカリ梅スレッドかなり賑わってんじゃないか。俺も前行ったことあるけど。カリカリ梅スレッド。カリカリ梅のスレがあるんですけど。そこ行ったことあるんですが。見たんですけど。うん。やっぱり梅芝がね、もう、大人気。とにかくこれ、これの話題しかほぼないみたいな感じ。梅芝うめえみたいな感じの。多分それに多分旋風を巻き起こしてるね、これ絶対。間違いない。ここまでしょっぱいのはね、いや、カリカリ梅好きな人ぜひ。うわ、しょっぺー。マジでしょっぺー。こんなにしょっぺーっていうね、カリカリ梅が未だかって存在しただろうかって、言うぐらいしょっぱい。本当に。嘘じゃなく。俺今までカリカリ梅こんなくぐってきて、ここまでしょっぱかったのはないです。結局、しょっぱいのって結局ほら、あれじゃん。ね。悪みたいな感じでしょ。塩分だから。塩分取りすぎだからって。悪だったんですけど。いや、ここまでうまいじゃん、うまかった。あれ？あ、あった。今、2ちゃんのスレ見てますわ。男梅、カリカリ梅、しょっぱすぎて食えねえ。カリカリしているけど、予想をはるかに超え、上回るしょっぱさだって。熱中対策にはいいかもしれないが、おやつとしたら塩分高すぎ、食べるのをためらうくらいしょっぱい。カリ梅初めてだだって。あ、あ、俺と同じ。これは確かに食べるのためらうもん。しょっぱすぎて。もういかにこのしょっぱさが、あ、これしょっぺーなー、これ。もうね、一袋食おうなんてね、考え起きないですよ、これ。しょっぱすぎて。本当に。もう普通の梅芝とかだとこれ全部食えますよ。うん。軽く。ほんと梅芝のね、しょっぱさ2、3倍あるわ、これ。うん。うん。ああ、しょっぺ。でも高いんだよな、300円もするんだよ。これ1日ね、2粒ぐらいでいいわ、これ。いや、ぶっちゃけこれの、つまみに、1個でいいわ。1日1個でいい、これ。そんだけこの、うん。あー、しょっぺ。あー、しょっぺ。ここまでしょっぱいのは。うわー、しょっぺ。
本当にしょっぺ。この男梅カリカリ梅。皆さんぜひ、一度は、ここまでしょっぱい、カリカリ梅。普通のね、カリカリ梅の、2、3倍は多分塩分入ってるわ。確実に。これ多分一気に一袋食ったら、もうそれこそ落ちぬんじゃないか。ドイツ梅はもう一つ食べる。男。あ、やっぱでも梅はもうめえな。カリカリ梅、この男梅の方は、ちょびちょび食うのがいいんですよ。ちょびちょびしょっぱいから。ちょびちょび食うんですけど、もうこっちのカリカリ梅はもう、全然、しょっぱさがないから。あ、このカリカリっとした感覚、いいね。うん。うん。うん。酸っぱさが上回ってる、こっちは。しょっぱさより。うん。こっちはね、酸っぱさをね、凌駕して、しょっぱい。うん。ああ。でも今日は、久々にあれだな。うん。久々にこう、うまいの。うまい酒と、つまみ。いや、やっぱ男梅シリーズ、俺大好きだわ。このシリーズ。うん。正直、缶のやつはあんまり好きじゃないけど。サワーのやつあんまり好きじゃないけど、これに至っては、うまい。ああ。なんといっても、サワーと違って、自分で炭酸水を多くすれば、それなりに薄味になるっていう。うん。自分でペース配分っていうか、あれを変えられるんですよ。うん。それがね、よし。で、ペース配分っていうか、その、しょっぱさの濃度を変えて、なおかつ、もう自分で、焼酎を加えればね、いいんですよ。アルコール度数の関しては、もう。っていうことでね。まあでも普通にシロップはね、多分俺見たことないんで売ってないと思いますね。おそらく。シロップは多分絶対売ってない俺。未だに見たことないもん。男梅シロップなんて。見たことない。多分売ってないです。うん。多分見かけたら、まあ、見かける。まあ、買ってたかもしんないからね。多分売ってない。これはね、びっくりするほど甘くなくて結構ドライです。ドライ。うん。なんかこういうのって、梅系のなんか、あれって梅酒も筆頭に甘いのが多いけど、これ全然甘くはない。でね、それなりにすごい、梅の香りも非常にするんで、いや、これはうまいわ。本当に。これ五つ星間違いなし。これは久々の大当たり商品。大当たり商品買いましたよ。はい。3345です。これはぜひね、男梅の酒、ぜひ、
もしくは男梅シロップとかね。まあまだ飲んでないですけどね。ぜひ、この男梅の酒。これね。これ美味しいです。ぜひ、お試しあれ。ご視聴ありがとうございました。